トマベ知識認定コーチの西村です。本日は朝勉強会のご感想、6月6日分です。とても楽しかったです。すがすがしい気持ちで臨めました。一人ではなく他の方とご一緒したことで、アファメーションを含めたトマベ知識コーチングの世界をしっかりやっていこうという気持ちを新たにしました。まゆみコーチと3人でお話できたことが嬉しかったです、とのことでした。次、漠然と感じていたことが具体的に言葉に口にしていただけたのが今日の収穫でした。他の方とお会いしお話を伺うことができたのも良かったです、っていうことでした。朝のご参加ありがとうございました。